はい、本日はですね、こちらアークテリクスの、アトム AR フーディを紹介していきたいなというふうに思います。ちょっとアークテリクスはですね、名前がややこしくてちょっと覚えるのが大変なんですけども、この アトム AR というのがですね、オールラウンドの略で AR になってるらしくて、まあオールラウンドっていうことで、それだけまあ登山とか、まあ、街中とかいろんなところで着れますよっていうような、これ実はインナーダウンというかミッドレイヤーのまあダウンになってるんですよね。まあ、なのでダウンっていうとこうモコモコして一番外に出る、なんかあの雪だるまみたいな感じの、なんかあのタイヤメーカーの白のモコモコしたやつおるじゃないですか、あんなキャラクターみたいな、なんかあんな感じのイメージすると思うんですけど、これは結構すっきりした感じで着れるあのダウンで、僕結構インナーダウン系好きなんですよね。でインナーダウン系好きやから、まあ、あの今年の冬にはインナーダウンの比較動画っていうのを撮りたいなと思ってて、まあ、それこそノースフェイスとかモンベルとか持ってて、まあ、今回このアークテリクスを購入したんですけども、まあ、それの紹介をしていきたいなというふうに思います。でまずですね、今日の特徴というか今日の話の流れとしてはですね、まず特徴、どういうこのジャケットには特徴があって、結構これいろいろ特徴あるんですよね。そんな話をしていって、次にデメリットと言いつつも、ここはまあちょっと微妙なんですよねみたいな話をしていって、でその次におすすめの人っていうのを話して、最後にサイズ感というところの流れでいきたいなというふうに思いますので、まず最初は、特徴ですね、話していくんですけども、これがですねめちゃくちゃ暖かいんですよね。僕これまあ届いてすぐにパッて来てみたんですけど、あめっちゃ暖かいなと思って、まあ、僕持ってるインナーダウンってそれこそモンベルのインナーダウンとかスペリオダウンとかあるんですけど、まあ、その中でも結構一番暖かいんじゃないかなっていうぐらい結構暖かくて、まあその秘密としては多分このフードとかがあるので、それがまあ暖かいところにはなってくると思うんですけど、一応この中に入ってるダウンが普通のダウンとはちょっとだけ違ってて、何かっていうと、このコアロフトっていうこの赤のマーク入ってるの見えますかね、コアロフトっていう、まあ、あの中綿が入ってるんですよ。白のモアモアみたいなのが入ってるんですけど、まあ、それがあのこのアークテリクスが独自で開発した生地っていうか、まあ、モコモコになってるんですけど、まあ、そのモコモコがあるおかげで暖かいっていうことになってて、まあ、それを考えられてんなと思うのが、これあの例えば脇の下の部分のモコモコの量の多さとか、あとこのボディのとこのモコモコの多さとか、フードのモコモコの多さって、この場所によってモコモコの厚さを変えてるんですよね。なので全てのところが均等にモコモコが入ってるっていうわけじゃなくて、例えばこう厚くなりやすい脇のところにはちょっとモコモコが薄めに入ってたりとか、あとまあフードのところとかやったらもうちょっと分厚めのモコモコが入ってて暖かさがあったりとか、あとまあ特にこのボディのところ、一番この冷えるというか、まあ、あの体温を感じやすいじゃないですか、そういうところにはあの一番暖かいモコモコが入ってて、まあ、そのモコモコの名前がさっき言ったコアロフトっていう名前なんですけど、まあ、そんな難しい話は一体多いといて、まあ、要はその部位によってモコモコの多さとか厚さっていうのを変えてるので、それだけ快適に過ごせたりとか、あと動きやすいっていうところになってるので、あこれめちゃくちゃ考えられてるなというふうに思ってて、まあ、一応そういうところであったかいっていうことになっております。で次がですね、これポケットとかもあるんですけど、一回ちょっと着てみますね。あのちょっと黒黒で分かりづらいかなと思いますが、いつもそんなこと言いながら着てるんですけども、このアトム AR フーディーを着ていきたいなと思います。まあ、こんな感じで、来たんですけども、一応ポケットとしてはこの外側、要はこの手よく入れるところですよね、外側に2つ右と左にあって、この内側はハンドウォーマーポケットになってるので、あのマイクロフリースみたいなのがあって、こうパッて手入れたりしても、こう手が冬とかやったらあの切れたりするじゃないですか、寒かったりとか洗い物とかしてて、そういう手で入れてもこう暖かいというかふんわり進んでくるような感じになってるのが、1箇所2箇所って外にあって、次のもう一箇所っていうのがこの内側のポケットになってて、この内側のポケットにはこういった長財布とかが入るぐらいの大きさになってるので、意外と容量あるんですよね。こんな感じで入るので、男性の方やったら長財布入れて、でこっちの前のポケットにスマホ入れて、でこっちの逆側にエアポッツ入れて鍵入れるみたいな感じの荷物ぐらいしかないと思うので、こんな感じだと全然問題ない感じですねっていうのがポケットになってて、で次の特徴に行きたいんですけど、次の特徴が何かっていうと、この袖のところなんですよね。でこの袖のところって多分あんま見かけたことない形になってて、それこそこういうのってこうなんていうんですか、ちっちゃい輪っかみたいなんでぷよんって入れてるのはあったりとかするしたりとか、あとそれこそベルクロって言ってベルトで調節できるとかはあったりするんですけど、こうしっかりゴムが入ってて、なおかつこのゴムが太めっていうのってあんま見たことないんで、あこれアトム AR で初めて見たなっていうような感じになってるんですけど、あこんなんよく考えられてるし、ベルクロもいいんですけど、ベルクロっていちいちこう
外したりつけたりするのめんどくさいけど、これやったら袖パッて通した段階でもう自分のサイズに合うし、あとなおかつ細い、ゴムのやつってあるじゃないですか。で細いゴムのやつもいいんですけど、風入ってくるんですよね、隙間から。だからそこにちょっとどうかなとかと思ってて、まあ調節線でいいから楽やけど、風入ってくるやんみたいな、んでサビーやんって感じだと思うんですけど、もうこれやったらちょっと分厚めにできてるから、しっかり風とかも防いでくれるような侵入というか、そういう設計になってるのが、あ、これめちゃくちゃ考えられてるなっていう感じになってますね。で実はですね、この首のところにも同じような生地が使われているので、例えば冬場とかってこういうの着るときってめっちゃくちゃ寒かったりしたら、これ着た瞬間この内側も冷たいときあるじゃないですか。サブってなるときあると思うんですけど、この首に当たるところっていうのはしっかりこういうなんか袖と同じような生地が使われているので、まあ、この辺なんかもちゃんと配慮されてるんやろなっていうところで、めちゃくちゃ考えられてるなという感じはしますね。でですね、次の特徴に行きたいんですけども、次の特徴が何かというと、何やったっけな、もうこれパッて見てもらったら分かると思うんですけど、これ普通にかけてるだけやのに、なんか中で誰か着てるんですかっていうぐらい、こういうしっかりこうなんか腕の形とかなんか人間っぽい感じになってるじゃないですか。これがなんか多分立体裁断やったと思うんですけど、そういうのになってるので、もう体の形に沿うように作られてるってことで、こうなんか平面でペタペタペタってつけていった生地じゃなくて、こうちゃんとこう立体的にあのなってるので、着てても疲れないんですよね。でこの辺なんかまでしっかり考えられてるので、まあこれが最初言ったみたいにアトム AR になってるんですけど、アトム LT っていうその軽量の方に関しては登山とかでも使えるようなスペックになってるので、そういうところで考えると、まあ、かなり街中でももちろん使えるんですけども、めちゃくちゃ考えられて作られてるので、着心地もいいし、なおかつ暖かさもあるし、部位によって綿の量も変えてるしみたいな感じ で袖口もしっかり考えられてるというような感じにはなってますね。そして次がですね、洗濯とかっていう取り扱いがめちゃくちゃ楽なんですよね。で最初言ったみたいに、この、何やったっけ、コアロフトっていう素材がですね、これ普通ダウンって洗ったらあかんのちゃいますのみたいな感じであると思うんですけど、まあ普通のダウンは基本的に洗わない方がいいって言われてて、洗うんやったらダウン専用の洗剤で洗った方がいいって言われてるんですけど、その大きな理由っていうのは、なんで洗ったらあかんのかっていうと、この中に入ってる白のワタワタってあるじゃないですか。そこにしっかり油とかがついてるんですよね。で要はそういうのがコーティングされてたりするんですけど、洗っちゃうことによってそれがなくなるっていう風に言われてるので、ダウン専用の洗剤でそういうコーティングもしながら洗っていくっていうことになるんですけど、これに関してはもう本当に全然家で洗えるんですよ。だからネットとかに掘り込んじゃって自宅で洗うっていうことももちろんできますし、じゃあ洗い方がちょっと気になるって方は、まあ僕多分動画説明欄に動画載せてるとは思うんですけど、まあ、それがインナーダウンというか化学繊維で作られたダウンの洗い方っていう動画も載せてるんで、それ見てもらったらいいんですけど、とにかく自宅で洗えるっていうのが、結構こういうのってクリーニング出したりしたら結構高かったりするじゃないですか。そのめんどくさいし、いろいろ撥水の加工とかもつけたりするのめんどくさいんですけど、家やったら確か1,000円か2,000円ぐらいあったら全部材料とか揃うので、まあ、それでできればいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、僕のちなみにおすすめはですね、しっかりテニスボールは使ってくださいということになっているので、まあ、それはまあ見てもらった方は分かると思うんですけど、そんな感じにはなっております。で次がですね、先ほどから何回か出てるこのアトム AR ではなくて LT って言って、その登山用に特化しているやつとの若干違いとかがあるみたいで、まあ、もちろん着丈の長さとかは違うんですけど、ほとんど同じように作られてはいてるんですけど、この AR に関してはこっちの脇の下のところにメッシュ素材とかは使われてないので、もう本当にインナーダウンでも全く全部同じような素材で作られてて、 LT という登山の方に関してはもうちょっと機能的になってるらしいので、ここがなんかメッシュの素材とか作られてるらしいんですけど、まあ、これに関しては全く全部同じ生地で作られてるというような感じになってるので、まあ中途半端にメッシュとか使われるよりかはいいとは思うんですけど、まあ街中で使う分には、まあ、登山とかやったらメッシュがいるんかもしれないんですけど、僕は全然いらないんで、まあ、街中やったらこの AR がいいんかなというふうに思います。でそして次がですね、デメリットっていうところ行きたいなと思うんですけども、デメリットがですね、まあこれまあ着てみてすぐ分かったんですけど、何かというとこのフードがついてるっていうことなんですよね。でこれはありがたいところでもあるんですけども、逆にこういうのって上にもう一枚着たりとかすることあったりすると思いますし、あとそれ以外にやったらこの中にインナー着たりすることあると思うんですけど、やっぱりフードがあると、例えば中にパーカー着ようかなって思ったりしたら、この首元が干渉するんですよね。でそういうの気にならない方はいいんですけど、僕そういうの結構気になったりするんで、この中にパーカー着るのはちょっと厳しいかなとかって思ったりするし、それ以外にやったらこの上にさらにジャケット着ようと思ったりしたら、このフードちょっと邪魔になってこうへんかなって気になったりするので、まあ、僕と同じようにちょっとフードが気になるって
ていう方は、例えばこのフードなしのタイプもあったりするらしいので、まあ、それは動画説明に載せておくんですけど、そういうのを選んだ方がいいかなと思いますし、まあ、僕に関してはこれはもう割り切ってあのフードありでしか使わないというか、これ1枚で着るときしか使わん感じにはなると思うので、まあ、他にもインナーダウン何個かあるので、パーカー着るときとかはそっちの方を着て、パーカー着ひんときとかはこっちを着ようかなというふうな使い方をしようと思っているので、まあ、フードがあるっていうのがちょっとコーディネートとかレイヤー重ね着するときにちょっと干渉するんちゃうかなというふうには思ってます。で、次はですね、おすすめの人っていうところに行きたいなと思うんですけど、おすすめの人がどういう人かっていうとですね、まあ、これがまあまず、軽くて結構暖かいっていうことで、まあ、普通のダウンジャケットとかやったら結構モコモコして動きづらいなっていうのがあったり、それこそこれって確か 400g か 500g の間ぐらいなんで、バルトロっていうジャケットあるじゃないですか、有名なノースレースのジャケット、それの半分ぐらいの重さなんですよね。だからそう考えるとバルトロでも結構軽いって言われてんのに、まあそれを考えると、まあインナーダウンやからもちろん軽いんですけど、まあ 400g だったらまあまあ軽いなとは思うんですが、そんな感じになってるので、例えばですけど通勤の時に電車とかでこう乗ったりとかする時って、電車車内は暑いけどちょっとまあ待ってる時寒いじゃないですか、そんな時なんかはこれを着とけば脱いだり着たりする必要がなかったり、あとそれ以外にめちゃくちゃいいなと思ったのは車ですよね。車普段乗ってはる方とかやったら、いちいちダウンジャケット着て外出る時は着るけど、車の中入る時はまた脱いでって、あのめんどくさいじゃないですか。そんな時はこういう薄めのダウンであったりとか、あとは例えばダウンベストとかはいいと思うんですけど、そんな時にはこれが使えたりとかすると思いますし、まあ、逆にどんな人があかんかっていうと、やっぱ一日中外に出てるような方とかやったら、やっぱこれ一枚だけやったら真冬はちょっと寒いんちゃうかなとか思うんですけど、まあ、寒さって人によって違うじゃないですか。だからあんまその辺もわからんくて、僕結構寒がりなんで、ようこれ一枚では真冬は外は入れないんですけど、まあ、人によったら暑がりやったらまあ折れるんかなとかも思うんですけど、まあ、僕は個人的には一日外にいてはる方なんかにはあんまおすすめはできひんかなというふうには思いますので、まあ、ずっと外にいてたりとか、逆にずっと中にいてるような人はあんま着る機会ないと思うんですけど、こう中にいたり外にいたりとか頻繁にする人なんかにはこれがあったらめちゃくちゃ便利だと思うので、むしろこれがないと逆に着たり脱いだりするのめんどくさいと思うので、まあ、そういった方なんかには重宝されるんかなと思うんですが、まあ、値段はね結構高いんですよね。アークテリクスだったらいつもなんですけど、ああええ値段するなっていう感じになってるので、まあ、その辺はちょっとどうかなと思うんですけども、まあそれもまたインナーダウンとの比較動画で、まあ、それ見てもらっていろんなブランドとか見てもらっていいと思うんですけど、まあ、そんな感じになっております。ということで最後はサイズ感を見てもらって終わりにしたいなというふうに思いますので、僕はですね 178cm 65kg ということになってて、今回は M サイズを着用したんですけども、あのいつも、アークテリクスに関しては M サイズを購入してて、まあ、何ら問題はないんですが、これに関してはミッドレイヤーってことで、あくまでもこのダウンジャケットを着た上にさらにもう一枚着るっていうことを想定されて作られてるんですよ。だから一番外のアウターじゃないので、あの結構 M サイズの割には比較的タイトなんですよね。だから僕いつもやったらアークテリクス M サイズ着たら結構大きいんですよ。せやけどこれに関しては M やったら、あほんまジャストもう一個上でもよかったかなっていう感じではなってますね。まあ、なのであとは着方とかによるとは思うんですけども、着方がこれ1枚でしか着ひん方は全然あのサイズを上げていっても問題ないと思うんですけど、重ね着する方とかやったらこの真ん中に入るこのダウンがあまりにもでかすぎると次この上から着れないじゃないですか。だからやっぱその人によってちょっと用途が変わってくるとは思うんですけど、まあ、僕に関しては M サイズで、まあ、本当にジャストかなっていう感じですよね。こう見てもらっても結構すっきりしてる感じがあると思うんですけど、普段アークテリクスの M やったらもっと余裕あるんですけど、まあ、結構すっきりしてるなっていう感じなんで、普段の日本のサイズのワンサイズ下が本当はベースなんですけど、このアトム AL フーディに関してはいつもの日本のサイズと変わらなくても、まあ、いけるんじゃないかなとは思います。はい、こんな感じになってて、横向いたらこんな感じですね。で次後ろ向いたらこんな感じですね。で次こっち向いたらこんな感じですね。で前向いたらこんな感じですね。まあ、これはあの結構気に入りそうなんで、今年の冬あの僕結構使ってるんじゃないかなというふうには思います。ということになってますので、本日はですねアークテリクスのアトムエールフーディを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。